武蔵野銀行は今日、来年春に入行を予定している大学生などの内定式を行いました。武蔵野銀行は来年4月に102人が入行する予定で、今日の内定式には92人が出席しました。式でははじめに武蔵野銀行の長堀一正頭取が学生たちに向けて祝辞を述べました。内定者の皆さんはしばらく入校までの、残りわずかですが半年間、さまざまなことに取り組んでいただき、多くの経験を重ねることで見識を広め、より豊かな人間になっていただければと思っております。その後、内定者を代表して相川清秀さんが長堀頭取から内定通知書を受け取りました。資格という面で自分自身不安に感じていることもありますので、なるべく早く資格の勉強をして来年の春に向けて準備していきたいと考えています。